まずはメダル獲得を目標に、そして金メダルを目指して頑張りたいと思います。初めて出場するオリンピックに向け力強い決意を語ったのは、卓球男子団体日本代表、愛知工業大学3年の篠塚博人選手です。昨日名古屋市内で学園主催の総公会が開催され、およそ230人が参加。花束や激励のメッセージが手渡されました。 うんまあ、残り数週間、まあ、やれることをやりきって、大会に臨めたらなと思いますリオでは銀、東京では銅メダルを獲得した卓球男子団体、悲願の金メダル獲得に向け、篠塚選手には大きな期待が寄せられています。